ミケーネギリシャ語とは、ギリシャ本土、クレータ島、キュプロスで、紀元前16世紀から12世紀に話されていた、ギリシャ語の中で最も古い言語である。この言語は、千文字 B で綴られており、紀元前14世紀以前のクレータ島で発見された、碑文が最も古いものであるとされる。これらの碑文のほとんどは、中央クレータ島のクノッソスや、 ペロポネソス半島南西のピロス島で出土した粘土板上で見つかっている。他の粘土板は、クレータ、島西のカニア、テイバイ、ティーリュンスで見受けない事態で見つかっている。粘土板は長い間読み解かれず、マイケル・ベントリスが数々の証拠によってこの言語がギリシャ語の早期の形であると1952年に読み解くまで考えられるあらゆる言語が提案されていた。 年度版の文章のほとんどが表や目録であり、三文や神話や死等は残っていない。しかし、これらの記録から暗黒時代以前の人々について垣間見える。千文字 B で書かれたミケーネギリシャ語の年度版、アーキアロジクルミュージアムオブミュない、ミケーネギリシャ語はおよそ200画の音節文字と標語文字からなる千文字 B の文章として残っている。 千文字 B は未だ読み解かれていない、身の顎の文字である千文字 A から分かれており、未経年ギリシャ語の音韻を十分には反映していない。また、千文字 B はギリシャ語を示すために必要な音声が足りていないため、かなり単純化して示されている。主な綴りの単純化を以下に示す。これらの決まりに加えて、複数の音が同音になることで、見せかけの同音異義語が生まれてしまう。 長い単語は語中または語尾を省くことができる。このため記された語の実際の発音は、綴りからは定めがたく、インオウソ語での語源や古典ギリシャ語での語形からや一貫性のない綴りの組み合わせを用いて組み立てて直されている。しかし意味が明らかではない場合やギリシャ語の処方ことに残っていない場合などは正しい音がわかっていない。未形年ギリシャ語では、主格俗格 予覚、対角、愚格,格、自覚、互角の7つの角を持っていたが、古典ギリシャ語では、主角、属角、予覚、対角、互角の5つに、現代ギリシャ語では、主角、属角、対角、互角の4つにまで減っている。未経年ギリシャ語には2種類の方言があり、未経年愛と未経年通と呼ばれている。両者は4つの特徴によって区別される。 互関係性母音のない名詞の予覚単数型が、I では A、2では I になる。インドヨーロッパ祖語の音節指音的ビオン M、N が I では、唇シーンの近くで O として現れるが、2では A として現れる。I では唇シーンのそばで E が I に変化する。2では E のまま変化しない。I では T が C に変化する。2では T のまま変化しない。 未ーネ・ギリシャ語はすでにギリシャ語特有の変化を遂げているので、すでにギリシャ語であると考えられている。音韻変化、形態学的変化、未経年内時代のギリシャ語で書かれた文章はエレメブからライブ B に千文字 B で陶器編や年度版に書かれたものがおよそ6000枚ある。千文字 B で書かれた碑文や千文字 B 以外で書かれた資料は見つかっていない。 紀元前17世紀の創意から発見されたカフカニアの小石が仮に本物であれば見受けない、ひいてはギリシャ語最古の記録になるがおそらく偽物である。ありがとうございます。